ラウニンプビデオスカイウェイブ400リミテッド ABS チャンネル。間違えた。もう自動販売機。ナビがおかしくなったぞ。迷いました。ナビがおかしい。ナビもおかしいし、私もおかしい。ここなんかわかんないけど、ウィンドウ、ではないので注意が必要ですね。こっち側は十分になってないんですね。持ってるのはこの辺まで。とりあえず今日はこの辺までを目指してたんですけど、とりあえずなんとなくこっちをまっすぐ行くと抜け出そうな感じがする。抜け出そうな感じがする。
気がします。抜けることはできるんですか。抜けます。あ、だいぶ行けます。この道要は人道はだいぶ奥まで行けます。なるほど。行き止まりになるんですか。行き止まりです。あ、そうですか。マウンテンバイクとかマウンテン自転車もね、もうこの先は行けないんで一旦もう戻った方が、行けることは行けますけど、はい、そんなに遠くまでは行けない。あ、なるほどなるほど、わかりました。すいません。でこれが500なのでラーメンにはちょうどいい量かな。はい、火がついたので、ね、北方ラーメン、醤油ラーメン、無理です。熱い。そして、ドリッパーですね。ドリッパー、これを違う使い、本来買った目的やかんやったのに鍋のままで入れるということになってしまいました。食べてみます。うん、お湯を足していきます。面白いですね、これね。あ、こんな感じでふわふわふわっと、面白い出方ですね、これね。そしてラーメンを食べる。久しぶりのアウトドアのドリップコーヒー、それもコールマンの、ドリッパーで、あ、今まだドリップしてるし。あ、おいしい。ペーパーフィルターを使ったドリッパーとはもう全然違いますね。ちょっとこの道が行けるかどうかを、この先をちょっと歩いて確認してます。ちょっとこれ舗装どころじゃなくて、いけそうもないな。諦めます。ちょっとこの状態では、事故ってしまいそうなので、スカイウェブではですね、やっぱやめときます。残念、断念して戻ります。はい、気をつけて帰
お地蔵さんが並んでますね。みんな持ち物が違うというか、いやー気持ちいいですね。すっきりとした晴れというわけではないですけど、チャンネル登録を忘れないでね。また見てね。バイバイ。